奈良町の織物店温泉、銭湯などの入り口には必ずと言っていいほどのレンが使用される縄のレのレとは、店先あるいは部屋の境界に、日よけや目隠しなどのために吊り下げる布のことである。商店の入り口などに営業中を示すため掲げられ、屋号、称号や家紋などが染め抜かれていることも多い。古来、建物に直接風や光が入るのを防いだり、外からの目隠しとして、 内外を柔らかく仕切った。冬は寒風をしのぐ厚手の綿布を用い、夏蠣は涼しげな竹や足を編んだものをかけた。冬用のものをのれん、夏用のものを両すだれと呼んだが、両すだれの子は寺院などを除き一般に使われなくなり、ただのすだれとなって今に至る。のれんは次第に商店の営業の目印とされるようになり、開店とともにこれを掲げ、 閉店になるとまずはのれんをしまうことでそれを示した。この意味が転じて、野号をのれん名と象徴的に呼び、商店の信用、格式をも表すようになった。戦前戦後の屋台、飯屋などの店では、客が出て行く時に食事をつまんで汚れた手先をのれんで、拭いて行くということもあり、のれんが汚れているほど繁盛している店という目安にも、なっていた。銭湯、旅館など入浴。 温泉施設がある建物においては、湯などと書いた湯のれんをかけることがある。また、女湯、男湯などののれんを下げて、区別を分かりやすくしたり、時間帯により下げ替えて、場所の時間を示すこともある。のれんは、聖なる領域と属なる領域を決壊する意も、持っており、玉のれんなどは料理店などの調理場にかけられる。のれんは、およそ4.5センチメートルイの棒に通しかけておくが、 複数の掛け穴がある、父仕立てと一つの掛け穴がある袋仕立ての二種類が存在する。また特殊なのれんに、縄のれん居酒屋などで、布の代わりに荒縄を横一列に並べて垂らした物玉のれん玉をつなげて、紐に通し、垂らした物日よけのれん割れがない一枚布の大型ののれん、下は地面の上まで垂らし、縄などで縛って固定する、などがある。 派生的な意味でののれんの使用例としては以下の例がある。スキャンダル等が原因で信用、名声等を損なうことをのれんに傷がつくといい。さらに廃業するに至っては、のれんを畳むあるいは、のれんを下ろすとも言った。奉公人や家人に同じ野号の店を出させることを、のれん分けという。のれんも参照日本の会計学の用語では、企業結合。 企業買収の際に買収会社の投資額が非買収会社の受入れ準資産の額を上回った場合、その差額をのれんと呼ぶ連結会計では、親会社の投資と子会社の資本を相殺消去した場合の消去差額を指す無形固定資産であり営業権とも言われる日本の連結財務諸表原則では原則として、その計上後20年以内に 定額法その他合理的な方法により、焼却しなければならない。法令上の文字として現れるのれんについては、会社法成立以前のかつての商法典では、条文中に名文でのれんの文字があった。この商法典上ののれんは、得意先関係、仕入れ先関係、営業の名声、 営業上の秘訣などの事実上の関係を総合したもののことで一種の無形固定資産とされる。これは営業権とほぼ同様に理解されている。現行法では、会社法にも、商法典にも、のれんまたは、のれんの文字は存在しないが、会社計算規則は、ひらがなののれんの文字がある。これは会計学の、のれんと同義である。一生分類定義カード特許庁小池2015。 P172 会社法鈴木武雄株式会社公文堂ありがとうございます